お過ごしでしょうか。10月の2週目に突入しておりますね、8日ということは。こんばんは。いやー、さっきまで寝てました。8時まで寝てました。眠かったー。なんなら今も眠いですけど、こんばんは。ゴンゴンに寝てました。こんばんは。2回公演お疲れ様、ありがとう。そう、今日はですね、前代未聞の2回公演ということで、いやー、さすがに疲れましたね。体が疲れてます。こんばんは。だから今日はそんなに長い時間配信はしないかなといった。おかげ、お、お、ん?しないかなといった感じでございますけど。こんばんは。こんばんは。俺も明日早いから早めに寝ようと思う。それがいいと思う。こんばんは、お疲れ様でした。ありがとうございます。やっほいやっほい。こんばんは。100m 走り終わった後のボルトとどっちが疲れてる？ 100m 走り終わったボルトになったことがないからわからないし、そのボルトと私を比べてどんないいことがあるのかも全然わかんない。意味なくない？ お風呂ね、もう入りました。今日は早いですよ。こんばんは。最近一つ一つの行動が早いですよ、私。こんばんは、こんばんは。今日もてっちゃんごっちゃんありがとう。こんばんは。いやー、眠いね。まだ脳みそが寝ているような気がしている。ふむふむ。パッキングほぼ完了。明日の仕事終わりで、まずは前泊地の岡山に向かいます。いよいよ楽しみ。お、イエーイ、ついに感激の予定が来たんでござりますな。いや、2公演お疲れ様でした。ありがとう。こんばんは。明日は14時公演、明後日は10時半公演。怒涛のスケジューリングでございます。キラリンさん、くす玉ありがとう。こんばんは。何気に初めて一人で飛行機乗る。え、一人飛行機はね、ドキドキするよね。さよ、いまだにドキドキします。いまだにって言ってもまだ数えるほどですからね。一人で乗ったの1回だけだし。温泉行って帰ってきました。お、お帰りなさい。京都見ない間にまたサイズが進化した。本当ですか？明日初めてのサイズ見れるのでワクワクです。お初の方が多いのでは？イエーイ。こんばんは。この週末お初の方が多いような感じがしますね。嬉しい。お風呂も入りました。キャロンさん、くす玉2個ありがとうございます。キャロンさん、ありがとう。やっぱり1日2回公演は疲れますか？疲れるなんてもんじゃないです。マジで体限界って感じ。今日はよく眠れそうです。もうすでに寝たし。こんばんは。明日は5日ぶりの漂流。お、いいね。1週間ぶり。お示唆の方も多いのですな。こんばんは。いいね。楽しみ。今日は1公演目が貸切公演で、高校生。高校1年生だったかな？
公演目はそうが380人ぐらい見てくださいまして、2公演目は一般のお客さんもおりまして270人ぐらい高校生いたのかな、2回目はといった感じでございます。こんばんは。まずはゆっくり休んでください。ありがとう。早く舞台見に行きたい。10月は予定開けたので行きます。あ、嬉しい。11月ね。11月お待ちしております。学生さんがなんたくさん採血の前に群がっててなんか嬉しかった。あ、本当嬉しい。あのロビーですかね。こんばんは。学校感激が多い。そう、なんか愛媛中の高校生が見るらしいですからね、1年間のどこかで。そうそうそう、愛媛は最高ですね。うわ、チャリン、こんばんは。こんばんは。でも喉の心配をしてましたけど意外といけましたね意外と全然別にいつも通りでしたね。谷こんばんは。こんばんは。愛媛に行きたい。ぜひとも愛媛に来てください。皆さんこんばんは。いいところでございます。愛媛の学生さん恵まれてるね。でもあれじゃない？私も中、まあ高校はあれだったけど、小中の時とかは普通になんか学校感激とか全然あったから、まあ全国的にあるのはあるんじゃないかしら。こんばんは。私もなんかなんていうの、オペラだったのかな、ね、ちょっとあんま覚えてないんだけど、オペラかミュージカルか中学の時に見に行ったしな、という気持ち。こんばんは。こんばんは。なんか今眠すぎて全然頭回ってないから全然おもろい話してない気がする全然おもろい話できてない気がするわ。ちょっと良くないですね。頑張れ私、せっかくショールームを始めたんだから頑張れ私。学校感激は歌舞伎、すごっ。歌舞伎、東京とかだと学校感激歌舞伎だったりするのか。歌舞伎ってどうなんだろう。あんま地方でやってるイメージはあんまりないですけど、あるんですかね、どうなんですかね。あの公演を休憩2時間で連続はすごいよ。まあ休憩、実際のところは休憩1時間ぐらいですけどね実際休憩1時間ですけどね、2時間ないですよ。今日も採血素敵だったよ、ありがとう。だってさ、朝公演10時半にやって11時、12時、13時に終わるんですよ。それで次14時に始まりますか。1時間しかないですね。2時間15分ぐらいですからね、1公演目ね。いや、終わったと思ったらもう次でしたでね、そう
まあ、ご飯食べたら眠くなっちゃうなと思ってね、朝7時に朝ごはん食べて、で公演1公演目して、何にも結局何にも食べずに2公演目やって、でまあ帰ってきて、だから6時夜の6時くらいまで、朝の7時から夜の6時くらいまで何にも食べなかったけど、全然お腹空かなかったよね全然お腹空かなかった、なんかなんでかわかんないけど、さっき食べたけどお腹空いてないけど、なんか胃に物を入れてしまいました。しかも結構ヘビーなものを入れてしまったので、体に良くなかったなと思っています。高校の時国立劇場に歌舞伎を見た。豪華ですね。諭吉が上品、諭吉が上品でした今日は。あら珍しいですね諭吉が上品な時があるなんて、あら。現役の学生の時学校関係しなかった、あら、まあ、ないところもあるんですね。こんばんは。私の学生時代は、まあ、高校での感激は全くなかったですけど、小中は、小学校の時はなんか学校にこうね来てくれたりして、中学はなんかあれはミュージカルだったのかな、多分ちょっと記憶の限り曖昧ですけど、オペラじゃなかったような気がするんで、ミュージカルだと思うんですけど見ましたね。けんさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。学校で行ったのって落語だったかもしれない。落語ね。落語。でもうちも学校に落語家さん来てくれたことあったわ。そういえば。今言われて思い出したけど。なんか落語家さん学校で。やってくださったわ。確か演目はあれだ、なんだっけ、なんかお蕎麦かなんか食べててさ、あの感情をさ、時間を聞くことによって感情をちょっとちょろまかすっていうあのやつあるじゃないですか、あれ聞いたわ時そば、あれ聞いたのめっちゃ覚えてる。こんばんは。こんばんは。昨日の FM 新聞にラッキー池田さんのインタビュー記事が載って、あ、なんかツイッターでこう載ってるよっていうの見ましたよ。なんか嬉しいですね。そう、一番多分オーソドックスな話を見せてくれたんだと思う。そう、あれ面白かったな。落語といえば万次郎の役の天野さんですね。天野さん落語やってらっしゃいますかね。天野さんの落語も一度見てみたいと思っていますねすごいよね、落語ってさ、一人でさずっと喋るわけじゃん、その演目を。どういう感じなんだろう。なんか面白いですよね。どんな感じなんだろうな。こんばんは。こんばんは。あなたは毎日一人で喋ってらっしゃる。まあ私はフリートークですから。し
しかも一人でって言ってもやっぱファンの方のコメントがあるからね。皆さんのコメントなかったら多分全然2分とかで喋ること終わるわ。今日は楽しかったです以上みたいな。そう、本当にポツンって今一人で立たされたら全然喋れないですよ。それさ、毎日2リットルのペットボトルをさ1日1本飲んでんだけどさ、なんかキャップ捨てんの忘れてるっぽくて今手元に4つもあるわ。なんかパッて見たらなんかすごいキャップめっちゃ残ってた。ペットボトル自体忘れてんのにキャップ全然捨てんの忘れてたから、いっぱいキャップ溜まってた今視界にいっぱいキャップが入ってきてびっくりした。こんばんは。捨てましょう捨てましょう。びっくりしました私今。何ボケーって手元見てたらなんか並んでたんみたいな。キャップと目が合いました。舞台お疲れ、ありがとう。こんばんは。こんばんは。眠い。でも今そんな眠くないな。眠いかなと今思ったけど、ちょっと一睡したら40分ぐらい寝たらちょっとすっきりしていますね。今ご飯食べた直後いっちゃん眠かったな。会議終わった、お疲れ様。水は常温が多いですか？そうですね、最近常温でずっと飲んでます。冷やしてるとねごくごく飲めなくてね、結局常温が一番ね飲みやすいっていうことに気づいてしまうんだよね。そう、こんばんは。もう今日思ったより飲まなかったな私。なんか水足りないかなとか思ってたけど、まだ全然1リットル飲み終わってない。残り200ミリリットルぐらい。意外と飲めなかったね今日。でも今日めっちゃ汗かいた。マサトさん赤トンボありがとうございます。こんばんは。なんかん？何今言おうとした？今頭急にバグった。トメさん赤トンボ10個ありがとう。そう、今日はすごい汗かいたって話をしようと思ったんだ。トメさんキノコ10個ありがとう。なんかね、私基本的に今回のミュージカル全然汗かいてないんです。顔とかは背中とか全然かいてますけど、やっぱ衣装着てるんであんまり顔に汗かかなくて、結構他のねキャストさん男性陣特にめちゃくちゃお顔に汗を大量にかいていらっしゃいますけども、私はいつもねツルツルの全然かかないんですけど、今日はちょっとかきました。今日は暑かったですね。今日は結構かいてました。ですがなぜか水はあまり進まず今まだ残っています。不思議な気持ち。こんばんは。そっちで買うと奥、こうなんていうの、奥大山。そうそうそう、それさ長野で天然水買うとき、これ南アルプスの天然水とか書いてあるやん、ここに。こっちで買うとね、そう島ね、鳥取か、これ鳥取のね奥大山の水になるっていう。そうなんです、地域性があるんだなと思いました。へへ。めっちゃ水こぼした。ちょっと待って、水飲むのめっちゃ下手くそだった今。最近下手くそなんだよね水の、ちょっとこぼすんだわ。こうやってって服がびっちょびちょになっていくというね。落ち着いて飲みましょう水は。メガネかわいすぎ、ありがとう。
安曇野の水はある。なんか他のキャストの人はやっぱファミマとかで買ってるから安曇野の水飲んでますね。なんかのごのやーんって一回いじったことがあります、他のキャストの人の水を。のごのの水じゃないですか、うーって話しかけたことはあります。こんばんは。こんばんは。そんな感じで、あとお水の在庫は残り1本、また買いに行かなくてはなりませんな。明日が終わったら水がなくなってしまうのでまた買いに行きます。プロテインは買ってきました。今日プロテイン買い忘れちゃってたから公園の合間で飲みたかったけど飲めなかったんだよね。せっかく体動かしたのにもったいないね。明日は飲みます。こんばんは。東京の水道水意外に美味しいよ。まあ、場所によりますよね。東京の水道水、マンションとかだとさ、貯水槽みたいなここに一回入れちゃったりするとあんま美味しくなかったりするけど、そうそう、場所によりますね。まあ長野の水道水には絶対に勝てないですけどね。こんばんは。プロテイン注文するんですが、おすすめのプロテインはありますか？絶対私じゃない人に聞いた方がいいよね。せやはザバス あのパックのやつしか飲まない。粉好きじゃなくて飲めないからさ。そうなんだっけ、でもなんかなんだっけな、次買おうと思ってる粉のプロテイン名前なんだっけ、なんか美味しいという噂を聞いたやつ買おうと思ってたけど名前忘れちゃったな。なんだっけな、ちょっと忘れてしまいました。また調べておきます。誰だろう、今回の座組だったら誰にプロテインの話聞いたら一番いいのかな。リンさん、小熊リンさんとか毎日飲んでるし、神田さんも毎日飲んでるな、カジさんも飲んでるような気がする、カエさんも飲んでるか。意外とプロテイン勢多いんですよね。林智和さんも飲んでた気がする。多分男性陣さえが知らないだけで結構飲んでる人多いのかなと思います。さえが知らないだけで、じゃあみんなにちょっと聞けたら聞いときます。プロテイン何がおすすめですか、どれがうまいですかって。さすがに今日はお疲れ、さすがに隠しきれない疲れはあります。小学校の時の先生がレディー薬局はレディーな人しか入れないと思ってたらしい。おもろ、まあ、お名前がね、店の名前がね。はじめまして、はじめましてか、本当に。え、見たことある気がするけど、キクちゃん以外、いや、おキクちゃん腹筋割れてますからね。バキバキですからね、めちゃ筋肉、めちゃ筋肉って感じ。さやの今最近ずっと飲んでんのは、いいよ、よいしょ、これ粉のやつが嫌い、粉の感じがさすごい嫌いだから、これがこれただのバナナオレの味するから、マジこれバナナオレです。バナナオレ飲んでるだけでタンパク質取れるんで、それはこれです。明日用にカバンに入れておきます、忘れないようにね。こんばんは。サヤリン飲むのって聞かれる、え、そうだからサヤがプロテイン飲んでるとサヤリンも飲むんだみたいな、
言われます。おいくらですか？120円しないぐらいですかね、1本。翼のもの、私エナジードリンクね飲めないんですよ。味が嫌いで、なんか薬みたいな味しません？そう、こんばんは。エナジードリンク飲めない、あのなんだっけ、モンスターエナジーとかレッドブルとか飲めないんですよね。カフェインを取るならもっぱらカフェオレです。意外に安いんですよね。ない、毎日豆乳を飲んでる。健康だね。豆乳もそんな好きじゃないんだよね。豆乳オンリーで飲めない。なんか料理とかに使うんだったらいいけど、飲み物として豆乳飲めないんですよね。なんかいろんな味あるじゃん、豆乳も。全部なんかってなっちゃう。こんばんは、また来てしまいました。お、ありがとうございます。こんばんは、昨日ぶりでございます。こんばんは。疲れたらリポビタン。あ、リポビタンはまあ飲まなくはないかな。なんかビタミンとか足りないときは、あのなんだっけ、チョコラ BB のドリンクみたいなの飲んだり、まあ飲まないことはないですけど、そんな飲まないですね。でもこんばんは。コロナミン C はまあ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 飲めなくはない。あ、そう、リポビタンファインとかはまだ飲む方かな。でもそんな頻度は高くない。1ヶ月に1回飲んだら多い方。高いじゃんね、ああいうドリンクってね、本当にね。今日野菜いっぱい投げてくれてた。あ、そう、なんか野菜投げてってあのリクエストがあったので、今日はちょっと頑張って投げてみました。まあでも今日はでも結構心のままにやって投げつけましたけどね。なんで甘んじろーと思ってなんで甘んじろーって気持ちで投げつけました。楽しかったです。なんかあそこ、まあ、ちょっとあんまネタバレしないように今日はしようと思うんですけど、昨日ネタバレ祭りだったんで、今日はあのシーンのことだと思うんですけど、神田さんが今日すごい楽しそうだったねって言ってたそう、今日すごい楽しんでたじゃんって神田さんが言ってた。ああ、そうっすねっつってマンジロのすねにクリーンヒットしてて本物の大根だったらやばい。そうね、本物の大根だったら多分マンジロ大怪我してるよ。全然大怪我だって、その前とかさパリンみたいな音するやん。全然大怪我してると思うけどね樋口ジョンさんは名字がジョンなの？あのジョン万次郎について調べたら分かると思うんですけど、ジョン万次郎本名は中浜万次郎ですからね。ジョンはあの漂流してアメリカの捕鯨船に乗ってた時のニックネームがジョン万だったから、そのなんだろう、日本でも歴史上の愛称としてはジョン万次郎って呼ばれてますけど、全然日本帰ってきてから全然中浜万次郎で活動してますからね。活動ってか生きてますからね。調べてもらったらね分かりますけど。詳しい。さすがにね勉強したよね、この話決まってからね。ジョン万次郎についての話にするでーって聞いた瞬間にさすがにめっちゃ調べたよねこんばんは。なんかまあ歴史のね授業でジョン万次郎って漂流して帰ってきたよーぐらいしか知らなかったからさ
と幕末好きになった。でも幕末ね、じゃあもともと割と好きな方ではあるんですよ。でも幕末の歴史上の人物ってやっぱこう華やかな感じもするし、意外と好きですけど、もともと結構好きでした。今日万次郎は愛媛出身なの？いいえ、土佐です。土佐だから今の高知、今の高知です。これも調べたらわかるんで、みんな調べてみてください。みんなもっとジョン万次郎に興味持って調べてあげて。かわいそう。かわいそう。長浜行ったけど海が本当に綺麗。ねえ、綺麗なんでしょう。行きたいな。遠いんだよね、ちょっとね。同じ四国だっつってもちょっと遠いんよね。ねえ、舞台の衣装は着物オンリーですか？お、そのコメントで。ぼっちゃん劇場のツイッターとか私のツイッターを見てないのがバレてるぞ。まあそれはご感激の際に確認してください。やっぱ知らない方がおもろいこともありますからね。まあそんな感じ。ちょっと今日は終わりにしますか。ちょっと30分ぐらいですけど、もうさやかちゃんはお疲れモードでございます。また明日は朝配信なしかな。あー、どうしようかな。ちょっと起きてからの喉の調子で明日の配信するかどうか決めるかもしんないんで、まあ8時台ぐらいに755をチェックしてもらえれば、やるかやらない、8時9時台ぐらいに見てもらえればと思います。通知オンにしといてください。ではランキングを読みたいと思います。そう、今日は自撮りしました。イエーイ。何日ぶりの自撮りって感じなんですけど、自撮りしましたので後で載せます。ではランキング見ます。13位中心さんありがとうございます。12位ケンケンさんありがとうございます。11位ヤダシさんありがとうございます。10位かぼちゃ先生ありがとうございます。9位ヤスさんありがとうございます。8位ピアノマンさんありがとうございます。7位マンダリンさんありがとうございます。6位オメーラさんありがとうございます。5位ワサッピさんありがとうございます。4位ヒラリンさんありがとうございます。3位マサトさんありがとうございます。2位ケロンさんありがとうございます。そして1位はトベさんありがとうございます。イエーイ。ではおやすみなさい。バイバイ。